はい、もしもーし。もしもーし、聞こえますか？はい、聞こえますけど、どうしました？お前ってさ、なんかあれなの、怪盗ペンキー倒してからなんかあんの？ん？何？いや、何じゃなくて、もう一回言うね。うん、怪盗ペンキー倒してからなんかあった？なんかあったってどういうこと？怪盗ピンキーって誰だっけ？あんた YouTube のやつだよ。 YouTube 俺倒したっけ？倒してたけどね。多分倒してないと思うよ。なんで？だって怪盗ピンキーって多分名前変えてまだ活動してるでしょ。いや、そうだけど。うん。で、何？名前変えてたら倒してないことになるの？じゃないの。うん、なんで？なんでって？え、そこなんか主要な論点でもある？主要な論点っていうか、そこはだってあなたと僕の価値観というか、なんかその認識の違いじゃん。うん、だからそこについてなんでって言われても、うん、なんでだろうねって、俺そういう認識だからってだけの話だから。取り組んでることを教えていただきたいんですけど、今取り組んでること何？会社の面接かなんかこれ？やっちゃうけど。なんか御社が取り組んでることは何ですかみたいな。何言ってるか分かんないんだけど。何言ってるか分からないって。分かった分かった。じゃあ、じゃあもっと分かりやすく説明したらいい？今取り組んでること何ですかって言われても、一言じゃ答えられない。一言で答えられるだろう。今 YouTube やってツイキャスやってるだろう、普通に。うんうん。あ、その YouTube の中で取り組んでること、ツイキャスの中でこう取り組んでることっていう意味かと思った。うん、じゃあお前の勘違いじゃん。うん、じゃあ俺の勘違いでいいよ。うん、で、続いての質問は？ね、続いての質問はって。うん。まだ終わってないと思うんだけど。まだ終わってないと思う。え、何の件が終わってない？何の件？取り組んでること。あ、今取り組んでること、じゃあ特にない。ない。うん。いや、あるだろ、普通に。なんで嘘つくの、お前。何、何、何？いや、ないもん、特に。じゃあお前今何やってんの？画面の前で。今画面の前で配信やってるよ。じゃあ取り組んでんじゃねえかよ。おい、バカか。あ、まあまあ別にバカでもいいんだけど。いや、バカかどうか注目しなくていいんだけど、取り組んでんじゃん。うん、うん、じゃあ分かった。じゃあ俺がバカだった、それでいい？いや、だからバカかどうかじゃなくて、取り組んでないって言ったのに取り組んでたっていうところがおかしいと思うんだけど。あ、じゃあそれごめんなさい。うん、はい、それでいい？うん、満足？満足っていうか、お前が満足してるだけでしょ。じゃあまだ満足できないことがあるんだったらどうぞ。いや、お前が満足してるだけでしょって。だから俺が満足してるだけだから、じゃああなたが満足してないんだったら、じゃあどうぞ。うん、いや、満足とかいらないんだけど、普通に。え、満足がいらなかったら、え、なんでかけてきたの？そもそも満足が目的でかけてきてないし、満足したらそこで終わりだと思うんだけど。何が目的でかけてきたのかな？取り組んでることを知りたくてかけてきたんだけど。じゃあ取り組んでることを、じゃあ YouTube と、じゃあツイキャスに取り組んでる、うん、それでいい？うん、うん、そう。お前はその後どうすんの？お前はその後どうするのって何？今日配信終わったら寝る。お前本当に配信者なの？お前本当に配信者なのってどういうこと？いや、だって配信ボタンポチって押して配信始めたら誰でも配信者じゃないの？いや、違うけど。あ、違うの？じゃあどういう人が配信者なの？で、まず炎上して実績積んで、そこそこ閲覧来たら配信者だと思うんだけど。うん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 。うん。そうだよ。あ、そうなのね。じゃあ炎上して、で実績を組んだら、じゃあ配信者なのってこと？
そうだよ。あ、なるほどね。あ、君の認識はそういう認識なんだ。いや、でも僕の認識じゃなくて、実際ニコ生とかで、うん、あの炎上しまくってツイキャスに映った人大体そうじゃない？なるほどね。いや、まあ俺の認識だと配信ボタンをつければ誰でも配信者だと思うんだよ。だって別にじゃあ炎上してない人は配信者なのって話じゃん。炎上してない人は配信者じゃないのってことじゃん。いや、少なくともあの閲覧がついてて、うん、そのコメントで草とか生やしてる時点で炎上だと思うんだけど。え、何？炎上っていうのは閲覧がたくさん来ててコメントにこう草が生えたらじゃあ炎上ってこと？ごめん、俺全然なんか認識違うわ。うん、うん、俺配信ボタンつけて、うん、配信始めたら俺誰でも配信者だと思う。だってうん、で、うん、お前が思ってるだけでしょ。 それは、うん、そうだから俺が思ってるだけで、君が思ってるようなあの認識もそれはまあ間違ってはないのかもね。うん、うん、うん、それでいい？で、いいか悪いか、まあ、別にいいけど。うん。納得してくれたかな？納得ね。別に納得でいいじゃん。まあまあまあ、別に納得できないんだったら納得できないで、まあ、あなたの価値観、僕はあなたの認識は別に否定しない。ただ僕はこういう価値観、認識を持ってるってことだけは分かってほしい。うん。ああね、あ、だから、うん、もうちょっと簡単に説明してくれる？もうちょっと簡単に、どの程度分かりやすく説明したらいいかな。うん、せやな、あの、できれば具体的に、あの、できれば具体的に、うん、具体的にって難しいね。じゃあ説明するね。じゃあ例えば、うん、じゃあツイキャスっていうサイトがあるじゃん。で、ツイキャスっていうサイトって配信ボタンがまず緑マークなのね。で、そのボタンを押したら配信が始まって、で、オレンジ色のマークに変わるんだ。え、オレンジ色のマークにボタンが変わったら、配信が始まったってことでしょ。で、そうなると、誰でも配信者になれるんだと思う。うん。僕は。いいかい？あれ？あ、理解した。うん、理解できた？よかった。君ちなみに配信したことある？あるよ。あるんだ。あるんだったらわかるじゃん。どうでやったことあるの？ニコ生。あ、ニコ生で配信やったことある。ツイキャスはやったことある？ない。あ、ツイキャスやったことがないから、じゃあまああれか、まだツイキャスの仕組みってまだわかってないのか。わかってないよ。なるほどね。あ、そういうことか。あ、だから、あの、配信開始ボタンが緑色であることも知らないし、そのボタンを押したらこうオレンジ色に変わるってことも知らなかったわけか。まあ、それはしょうがない。うん、それは、うん、ごめん、ありがとう。うん、それはしょうがない、それは全然ね。誰でも最初は知らないから、うん、俺も最初は知らなかったから、ツイキャス始めるときにね。うん。うん。で、ちょっと、あの、ちなみに聞きたいんだけど、うん、童貞？なんで？童貞じゃねえけど。あ、童貞じゃない。え、初体験何歳？うん、19。19、俺より早いね、俺21だから。じゃあその時点で君は僕に勝ってる。なんで褒めてんの？俺より早いから勝ってんだよ君は。え、だからそれは分かってるけど。ちなみに初体験の相手はどんな相手？メンヘラ。メンヘラ？うん。お前さ、自分がさ、エッチした相手のことさ、メンヘラとか言うなよすぐ。なんで？お前その女の子に対してお前失礼じゃない？それは。なんで俺はね、お前だって抱きたいと思って可愛いと思ったからお前抱いたんだろ。うん、そうだね。お前その子抱かしてくれた女の子に対してお前メンヘラ扱いはねえよそれは。いや、メンヘラかどうかあのお前からは伝わらないんだけど。お、じゃあ伝わらないから、じゃあどういうメンヘラだったの？いや、だからそれ伝えたらアウトでしょ。いやいやいや、全然いいからそれ教えてほしいんだよ。ちょっと俺共感するところあるかもしれない。なんで共感かどうかは問題じゃないんだけど。うん。じゃあ今からなんかデュエルしようぜ。どういうこと？あの、どっちの方がメンヘラ女抱いたかっていうさ、デュエルしよう。俺一枚一枚カード出し合おうぜ。え、で、お前はあれな、童貞なの？俺？俺は童貞じゃない。本当？うん、本当。あれ？うん。うん。え、何？俺とデュエルしてくれないの？
なんて言うて。いや、カード出し合おうぜ。今までこう抱いたメンヘラカード。いいけど。いいの？じゃあ、俺から始めていい？どうぞ。いい。セックス後、3分経って、相手の女がいきなりリスカ。よくわかんねえけど。あ、ね、じゃあ俺のターンでいい？うん。あ、俺の場合だったら、せやな、普通になんか、男性器触られたけど。男性器触られただけでメンヘラなの？いや、メンヘラかどうかじゃなくて、え、潔癖すぎじゃない？ちょっと。ってこと？え、それ普通じゃない？だって、女性が男性器を触るって。うん、その声自体はメンヘラじゃないと思ってるけど。うん、だからその後のメンヘラ具合勝負。あーね、うん、メンヘラ具合な、なんか同性と話してて嫉妬してみたいな、それメンヘラじゃない。なんで？それはメンヘラと言わない。うん、なんて言うの？それはただの女の嫉妬。いや、だってちょっと待って、束縛ってことはメンヘラじゃない？束縛はメンヘラじゃないよ、だってメンヘラが束縛するんでしょ？いや違うよ、普通の女の子でも嫉妬するし束縛するよ。え？何が？え、メンヘラは何？束縛するとみんな思ってるの？違うよ、束縛するのは普通の女の子でも束縛するから。うん、まだね、お前はね、お前はちょっとまだメンヘラの経験が足りない。メンヘラ経験しなくていいけど。うん、でもなんかお前さ、初体験の相手メンヘラって言ってるじゃん。いや、まだこうメンヘラのレベルが低いから。じゃあメンヘラじゃねえかよ、お前バカか。うん、だからこれからこうたくさんのメンヘラ捕まえてこい。いや、断れ。目指せ、メンヘラマスターなれ。噛んでるけど大丈夫か？大丈夫、151匹捕まえたらいいから、メンヘラ。うん、うん、そうか。まああれ、また面白そうな YouTuber がいたらさ、何倒してきて。ああ、もちろん、ありがとうな。俺普通に洗濯物入れてくるから。ああ、洗濯物入れていくのか？もうこの時間だぞ、部屋干しか。ああこの時間から外干しできないぞ、部屋干しになるぞ。だ、干してあって、ああ、それを入れるって。ああ、それ入れてくるのね。普通さ、ああ夕方にさ、家の中に入れろよ。いや、ね、地方によって違うです、そんな。なるほどね。いや、だってこの時間にさ、部屋の中にいてもさ、お洋服冷たいじゃん。冷えてるじゃん、もはや。そうだ。ね、だからさ、夕方ちゃんと入れないとダメだよ。うん。湿っちゃうしね、洗濯物が。そっか。うん。一応で、あれ、湿気、なんか忘れてるけど、なんか、エアコンのやつはつけてるけど。あ、エアコンの乾燥、それ部屋干しじゃねえの？そうだよ。お、部屋干しじゃねえかよ、それ。外干しじゃねえじゃねえかよ。うん、だから、うん、部屋干しで入れるんだけど。あ、部屋干しで入れるってどういうこと？だってもともとだって部屋の中に入ってんじゃん、それ。どういうこと？だから入れてくる、うん、今干してなくて入れてこないといけないから、うん、一応入れてくるよっていう話なんだけど。あ、なるほど、そういうことね。うん、うん、分かった分かった。じゃあ今から行っておいで。うん、お疲れ、うん、はい、お疲れ。お前友達じゃねえからな、お疲れって。うん、よくわかんないけど、じゃあね。お前友達とか、お前同僚とかにお疲れって言うんだぞ、本当に。何なんだこいつ。